さあ、トロンボーンとユーフォニアムの勉強を始めましょう。このレコードでは、基本的な奏法に重点を置くため、教則本やエチュード的な事柄より、むしろ基礎的な呼吸法、アンブシャー、音作り、そして柔軟性をつけるための訓練などを多く取り上げました。なぜなら、教則本やエチュードの勉強は、ある程度、独学でできたとしても、正しい呼吸法やアンブシュー、そして毎日のトレーニングの方法などは、専門の先生に習って、正しい奏法を身につけないと、どんなに楽譜が読めてテクニックがついても、良い演奏にはつながらないからです。そういう意味で、このレコードを先生だと思って、繰り返しよく聞いて、しっかり勉強してください。呼吸法。一番自然な呼吸法とは、まず肺の中の空気を全部吐き出すことから始まります。そうすると、人間の肺はちょうどポンプと同じように、極めて自然に外気が肺に入ろうとする働きが起こります。では、ブレスを2つに分けて説明してみましょう。まず、両手を肋骨の下の部分と腹部の横、裏側の間にあてがってください。そしてその部分が全体に外に広がるように、腹部と腰に向かって深くゆっくりと吸います。こうすることによって、肺の下にある横隔膜という弓状の筋肉が緩み、下に下がって肺の下部に多量の空気が入ります。この時、口は下顎を十分開けて、ちょうどあくびをするようにして息を取ります。これを下部呼吸、または腹式呼吸と呼びます。さて、この腹式のブレスができるようになったら、次に腹式でブレスを取った後、続けて鎖骨の下部や肩が前と後ろ、そして上に向かって大きく広がるようにしてブレスを取りましょう。これを上部呼吸、または胸式呼吸と呼びます。こうすることによって、肺の上部に空気が入り、腹式呼吸と合わせて肺を 100% 使うことができ、深く大きなブレスが可能となります。しかし、注意しなければいけないことは、順序を逆にして最初に胸式ブレスを取ると、その後腹式ブレスができなくなるので、まず腹式ブレスで下に入れて、そして胸式ブレスで上に積み重ねるようにしてブレスをしてください。次に呼気に移ります。まず解説書の図の3と図の4を見てください。図の3はブレスしてから息を吐き出すまでに静止時間があり、瞬間的に喉、肩などに力が入り、体が硬くなりやすいので、スムーズに息を吐くことができにくくなります。図の4のように勢いをつけて吸った息の流れを止めることなく、すぐに吐く方に移すようにしましょう。これは良い舌つきにもつながりますので、大変重要なことです。しかし、いくら上手にブレスを取ってスムーズに呼気に移したとしても、ため息をつくような息の吐き方ではしっかりした音を出すことはできません。正しいピッチとムラのない音色を持った音を出すには、息の流れは常にある一定の圧力と量を持って流れていなければなりません。まずブレスした順序で、徐々にお腹の周りがちょうど風船がしぼむように内側に引っ込み、ついで肩や鎖骨のあたりが元に戻るようにして息を吐き出します。そしてその時、腹筋がちょうどお腹に力を入れて声を出すのと同様に、少し緊張するのを感じてください。この腹筋の支えが息の流れをしっかりしたものにして、スムーズに息を送り出す大切な役目をします。
アンブッシュ。まず唇を軽く閉じて、そのままごくわずかに開きます。この時、歯の位置は解説書の図の5のように、上下に合わせた唇の隙間より少し大きめに開き、唇が一定の形で保たれるように内側からしっかりと固定します。しかし、唇を決して横に引きすぎた、笑ったような形にならないようによく注意してください。このような不自然なアンブッシュは、音が明るすぎたり細くなる原因となります。また反対に唇を中央にすぼめすぎると、十分な唇の振動が得られず、ボソボソした汚い音がします。良いアンブッシュは、一定のバランスを持って、適度に緊張した一番自然に近い形が望ましいと思います。バズィング。正しい唇の形が決まったら、そのままの形で唇を振動させてみましょう。はじめは少々慣れにくいかもしれませんが、力を入れずに正しい自然なアンブッシュでいろいろと工夫してみてください。こういうふうにして、唇と唇の間を息が流れて音が生じる接点をつかんでください。この時、アンブッシュが崩れたり、余分な力が入りすぎて唇が硬くならないように、よく注意して唇が楽に振動するように心がけてください。そしてできるだけ音が長く持続し、よく響いてムラのない音が出るようにします。さて次に、マウスピースを唇にあてがって、軽く真ん中の B フラットの音をバズイングで出してみましょう。この B フラットの音が楽に出るようになったら、B フラットの音より、下の音域や上の音域の音を無理をしないようにして、少しずつ音域を拡大しましょう。初めての練習。解説書の注意書きをよく読んで、例題の発音練習をできるだけ力を抜いて楽に行ってください。発音タンギング。発音タンギングで注意しなければならないのは、吐く息とお腹の支えと舌つきが同時に働くことです。そしてピアノでもフォルテでも同質の軽くて明確な舌つきができることです。では発音タンギングの基本をマスターするために、楽譜1を練習してみましょう。
音作りとスライディング。解説書をよく読んで、楽譜2の練習を1回目はレガートスラー、2回目はテヌートタンギングで練習してみましょう。リップスラー。まず楽譜3の模範演奏をよく聞いて、ゆっくりとしたテンポで練習してみましょう。この時、唇の両端が動かないようにして、舌と顎の上下運動とマウスピースの中に吹き込む息の角度によく注意して、息の支えをしっかりしたものにしましょう。また息の流れが弱かったり、アンブショーや喉に力が入ったりするとスムーズにスラーがかからなくなったりしますので、ブレスを勢いよくとって
スピードのある息が自然に流れるようにします。楽譜3ができるようになったら、次に楽譜4と5を最初はゆっくり、そして徐々に速いテンポで繰り返し練習してみましょう。では楽譜6を練習してみましょう。この練習では音が上降しますので、ブレスを勢いよく取って息の流れによりスピードを持たせることと、舌と下顎を上に移動させることにポイントを置いて繰り返し練習してください。リップスラーのまとめとしては、決して唇を締め付けたり唇にマウスピースを押し付けるやり方で音を上下させるのではなく、舌と顎の上下運動、マウスピースの中に吹き込む息の角度、そしてしっかりしたお腹の支えの3点に注意しましょう。もちろん唇の締めやマウスピースに対するプレスもある程度必要なことですが、しかしながらこういったやり方はしばしば唇の柔軟性が失われ、音色やスラーの滑らかさに悪い影響を及ぼしますので、極力避けるようにしましょう。リップスラーの練習はあくまでもスムーズな息の流れと柔軟なアンブッシャーを大切にして、無理なく楽に音を上下できるように注意深く練習してください。連続タンギング、解説書をよく読んで楽譜7を練習してみましょう。1回目はレガートタンギング、2回目はスタッカートタンギングの順で行い、息の流れが長い音を吹く場合と同様に停滞することなく、タンギングしている間息が一定の速度と量を持ってスムーズに流れるように演奏してください。
Thank you.